ガールズナイトアウト始まりました。 MC 夏焼きみやびです。そして今回はこの2人、せーの、アップアップガールズかっこりんの森崎と佐藤彩乃です。よろしくお願いします。すごいバッチリ揃ってたね。初めてかも、こういう組み合わせっていうかグループ名をしっかり言った人たち。せーのとか言わないんですか他の。あ、言ってなかった。そうなんだ、なんかアイドルって感じでいい感じですね。さあ、この番組はですね、ガールズナイトアウトっていうんですけど、女子会という意味があって、まあ、なのでこういうお茶とかも出してるので自由に飲んでほしいんですけど、この番組は女子が集まって興味のあることをたくさん話していこうということで、食やファッション、そして場所ね、いろんなパワースポットとか女子がすごい気になるようなところをこう行ったりとかしてもらって、こうどん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 紹介していこうという番組になってます。ちょっとためになるようなことを発信していけたらいいななんて思っています、はい、さあということで、まあ、この番組で見つけたお店をこうどんどんみんなに発信したいなとかいろいろ思ってるんだけど、こうおすすめのスポットとかあったりする？スポットか、うん、おすすめの食べ物とかでもいいし、うん、なんか私はよく休みとかになると、うん、友達とご飯とかも行くんですけど、うん、なんか一人旅みたいなのがすごく好きで、一人で鎌倉行ったりとか、うん、すごいね、そう江ノ島行ったりとか、うんうん、でこう鎌倉 の小町通りあるじゃないですか、うんうんうん、で食べ歩きしたりとかしますね。なんかそれ一人で行ったりするんだ。はい、なんかすごいリラックスします。いいね、いいね、はい、ある？なんだろう、ね、でもなんか、うん、カフェに行くのが好きで、うんうんうん、なんか前に吉川優ちゃんに連れてってもらった恵比寿のカフェがすっごい、どこだ？雰囲気良くて、うんうん、そこはやっぱなんか女子も多分行きたくなるんじゃないかな。そうなんだ。なんかすごい今回の2人も女子会好きそうな2人が来てくれたもんね。やったりする普段？なんかでも2人でご飯行ったりとかするよね、うん、彩乃と。でなんかいろいろ語ったりとかして、深い話とかしたりして、うんうんうん、深い話、どんな話をしてるんでしょうか。まあ今回もいろんな話を一緒にしていきたいと思います。はい、ということで今回はこの3人で女子会していきます。まずはロケ企画のコーナー、ガールズハングアウトのコーナーです。このコーナーはメンバーがパワースポットや美味しいお店など各地を目指してお散歩していくコーナーです。今回はカントリーガールズの稲葉真奈香ちゃんと森戸千咲ちゃんの2人が埼玉県の大宮に行ってきてくれました。さあ2人は大宮とか行ったりする？大宮ライブがあるよね、うん、ライブ、はい、ツアーとかでライブ行ったり、うんうん、お仕事では行ったりして、うん、でもプライベートだなかなかないよね。ないよ ね、私もあんまないな大宮に行くことは。ただ駅がほんと広くて、そうですね、めっちゃ分かりづらいなみたいななんかいつもその使ったりすると絶対迷っちゃう駅なんだよね。すごい広いですもんね。そうそう、そうなの。でも駅の中にはいろんなお店があったりとかしてね、行きたいなとは思ってます。いいところですよね、うん、結構ね、うん、ではでは早速見てみたいと思います。カントリーガールズの稲葉真奈香です。同じくカントリーガールズの森戸千咲です。私たちは今日はですねガールズハングアウトのロケということで、はい、埼玉県の大宮に来ているんですけれども、はい、これからねパワースポット行っちゃうよ、はい、パワースポット、今日はですね、日本屈指の、はい、武蔵一宮氷川神社というところにお邪魔するんですけど、はい、ここはね、本当に日本屈指ということで、この参道を通っていけば、まっすぐ行けば、その氷川神社があるみたいなんですけど、はい、パワースポットとかチータンは興味ある？ありますよ。あります？でもまだ数回しか行ったことないので、ちょっと楽しみです。そうだね、いやなんかすごい、まあ、なんかもうパワーストーンとかが好きで、そういうパワー系のもの何でも欲しいなっていうふうに思うので、うん、早速行ってみたいと思います。はい、ゴー。さて、はい、歩き出しましたよ。はい、これ鳥居だよね。うん、大きいね。大きいね。今日は天気がいいから、はい、よかったね。よかった、あったかい、ね、木がたくさん、すごいね。なんかこの、うん、氷川神社は2000年以上の歴史があるんだって。すごいね、2000年だよ。考えられる？想像してみて、2000年。いすごい、どんなことがあったんだろうね、うん、2000年の間に。でその2000年の歴史があったりとか、あとはなんだっけな、そのなんてパワー、うん、
団結力とか人とのご縁とかなんかそういうご利益があって、うんうん、であと何だってたくさんあるの仕事運、ああ仕事運すごいね、仕事運もアップしたりとか、あとはこうチャレンジ力がアップして、うんうん、こう新しい道を切り開く力がつくんじゃないかなみたいな、そういうねいろんなパワーが本当にたくさんあって、すごい大きいね、大きいね、さっき思ったけど、カントリーはさ新メンバーが2人入ったから、はい、2人ね、だからそういう団結力とか大事じゃん、これから大事だね、今がすごく大事な時期だからね、うん、そういうのをしっかりね吸収していきたいなって思います、ね、仕事もね、ね大事だよね、カントリーガールズのそうだね、いろんなお仕事が来ますようにとかね、うん、すごいいい天気、本当に晴れててよかった、空が青い、さっきね空の写真を撮ったんだよちゃんと、あそうなの、うん、綺麗だったから、そうね、快晴ってやつね、そうね、雲一つないみたいな、すごいない、本当に全然ないないね、雲が大きい、すごいよ、見てよ、すごい大きい、え、これだけすごい大きくない、大きい、全然大きい、他の木より全然大きい、これ触っていいかな、もうなんかすごいパワーありそう、この時点ですごい、でも何も大丈夫そう、すごいすごいすごいね、うん、欅だって、え、なんでさ、このすごいあのパワーがあるっていうやつじゃない、欅、天然記念物、すごい、さいたま市指定天然記念物だって、あ、そうなんだ、欅すごい、すごいね、大きいね、登りたくなる、だってほら見て、こうやってやったって全然まだ無理、全然だね、うん何十センチあるんだろうね、ウエスト、すごい、なんかいるのかな生き物が、いや、え、全然すごいね、たくさん触っとこ、いやー割と歩いてきたけどさ、今第一の鳥居っていうところを通ってきて、ここには第2の鳥居と第3の鳥居があるんだって、うん、でその第3の鳥居のところに神社があるらしいんだけど、うんうん、まだ第2も見えない、占ってもらいたい、パワー取っていいね、パワーばっかり、いや、はあ、第2の鳥居じゃない、イエーイ、着いたね、だいぶだいぶ歩いたね、だってもうも、ね、さっき通ってきた第一の鳥居が見えないぐらい、全然見えないから、歩いたね、着いた、歩いた、イエーイ、第二だ、イエーイ、よっしゃー、行こう、行こう、気をつけて、よいしょ、よいしょ、はい、よし、行きます、はい、第二の鳥居をくぐりました、イエーイ、これあ、大きいね、これあれじゃない、あの欅、そう欅だよね、すごい大きいね、すごい、でっかくない、樹齢だねみたいな、本当にでっかい幅がめっちゃ広いね、触っておこう、よいしょ、これにはなんかすごいパワーが宿ってるって、そうそう、あ、本当にそう、すごいね、そうなんだって、宿ってそうだよね、でもこんな大きいね、本当樹齢何年って感じ、すごいすごいなあ、れだよね、木の中に木みたいな、本当だ、すごくない、自然が作ったんじゃないの、この形を、いや、わからない、それは支えるためだよね、きっとね、うん、木の形とかが、ということでだいぶ歩いてきましたけど、はい、この第二の鳥居をくぐったということで、はい、もうここまで来たら第三の鳥居はもう見えてるので、そこをくぐればすぐもう境内が見えるっていうことでね、なんか来る途中にもジェラート屋さんとかすごい美味しそうで、なんか参道を歩くだけでも楽しかったよね、楽しめるし、いいなって思いました、はい、
やっぱ女子はね甘いものが好きだよね。大好き、みんな大好き、うん、カントリーガールズはあのお菓子禁止令っていうのがあるんですけど、ね、今やってるけどね。まあこれは別に特別だもんね。特別、そう、今日はこれは特別なんで、特別なんで美味しくいただきます。いただきます。さあ、はい、いよいよ第3の鳥居がもう間近です。そうだね、これは入ったらもう境内。そうだね、はい、よし、一礼して入ります。入ったー、おー、着いたね、もう境内。いやーすごい、なんか景色が広いね、うん、広い、すごい道が広くていいね、風情があって。なんかここのね、第3の鳥居をくぐるとなんかこう体が軽くなるみたいな話があったりとかするみたいで、なんかそれだけね特別なところなんだよね。ここまで来るとパワーがあって、パワーありそうだね。うん、すごい、なんか綺麗。松尾神社、はい、松尾神社です。到着しました。あの大山クイーンの御事が祀ってあるところみたいなんですけど、はい、あの水の神がいらっしゃるみたいで、ね、商売繁盛かな。そう、商売繁盛するみたいなんで、繁盛するように、ね、お祈りしないとね。そうね、こう、うん、あ、こうですね。はい、よし、二礼二拍手一礼、二礼二拍手一礼だよね、神社では。聞いたことある気がする。商売繁盛しますように、ね、うん、近くに稲荷神社があるみたいなので行きたいと思います。行ってきます。そこだよね。ね、お、鳥居がいっぱいある。本当だ、すごい、すごいね。あ、あったよ、書いてある、稲荷神社書いてある。これはね、なんか難しい名前なんだよ。イカの御霊の御事、えイカの御霊の御事が祀っ、御方の御方、ちょっと違うが祀ってある稲荷神社、はい、稲葉の稲が入ってて親近感が湧きます。お、じゃあ稲荷神社入りますか。よいしょよいしょ。わすごいね、すごい、こう鳥居がさたくさんこう並んでるのがすごいよね、うん、すごい。はい、2、3、数えてみる、4、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個ある。すごい、へー、すごいね、うん、なんかこうパワースポット感があるよね、うんうんうん、こういう感じのね、ネガに囲まれてる感じとか、ね、よし、おー、すごいよ、ほら、すごいね、テレビとかで見る感じ、うん、すごく配ったところに、ね、ね、入んないと分かんないね、ちゃんと。いやーすごい。あ、はい。そう、そうだった。宗像神社。あ、宗像神社。カルガモ。かわいい。かわいい。ここはあれだって、あのね、交通安全とかそういうのにいいみたいで、あのやっぱりさ。コンサートの時とかに移動したりとかするじゃん、ね、新幹線、飛行機からそういう時のためにしっかりお祈りしていきましょうか、うん、はい、安全で、安全第一だからね、安全第一、せーの、ということで、カントリーガールズ稲葉真奈香ちゃんと森戸千咲ちゃんの2人が大宮散策行ってくれました。はい、ということでこちら今回は前編を見ていただきましたが、うん、どうでしたか。可愛 いですね、可愛かったね、フレッシュ、ウェイウェイして本当嬉しかった。と、なんかいいですね、なんかあの団結力とか、うん、仕事とかもアップするってさっき言ってたじゃないですか、うんうんうん、なんかアプガの2016年の目標が、うんうん、日本武道館で単独ライブすることなんですよ。だからそのためには、ね、やっぱりね、もう団結、もっと ね団結力とか仕事のアップも大事だなと思うので、うんうんうん、アプガみんなで行きたい、ね、アプガでも団結力めっちゃあると思うけどすごいよね、チーム感すごいけどね
なんか休みの日とかも、うん、オフの日とかも、まあ、この間彩乃とご飯行ったりとかしたんですよ。だから休みの日もメンバーと会ったりするので、メンバーとしかもはや会ってないんじゃないかなって思うかもね。じゃあ仕事もプライベートもなんかずっと一緒にいるの、ね、一緒みたいな感じですね。もうなんか13年間ぐらい一緒にいるから、なんかもう家族みたいな感じです。確かにそうなるよね。でもいい関係だね。まあ、今回は神社にね、2人が行ってきてくれましたけど、なんか神社に行くとすごいパワースポットだからさ、そうですね、なんかこうさっきなんだっけ稲葉ちゃんが木にずっとこう触ったりとかしてたけど、なんかそういうのもね、確かにしたくなる気持ち分かるよね。ありますよね。私あの結構神社散策とか好きで、俺も好き、一人で、そうなの、俺と一緒で一人で結構神社とか行っちゃうんですけど、この前京都に行って一人で、あ、それは友達と行ったんですけど、びっくりした、そうだね、よかったよ。すごい、でもやっぱすごいなんかパワーをもらった感じがしました。なんかいいですね、鎌倉、さっきオープニングで鎌倉とか行くって言ったじゃないですか、じゃなくて鎌倉は下の方だけど、大宮上の方じゃないですか、だからそっちの方にもぜひ行って、なんかお団子屋さんとかもあるみたいですし、そうそうそう、来る道とかにね、なんかジェラート屋さんがあったりとか、行きたいです。そっちでも食べ歩きできたらいいなぁなんて、そうだね、食べ歩きはやっぱいいよね。はい。多分次回は食べ歩きかな。あ、うん、今回は神社でたくさんこう2人がお祈りしてきてくれましたけど、はい、美味しいお店も紹介してくれると思うので、次回も楽しみにしたいなと思います。お楽しみに。さあ突然ですけど、2人は体にいい食べ物とか、なんかそういうので注目しているものはある？ああ、森は最近チャイティーがすごく好きで、お茶がすごく好きなんですけど、あのお茶を飲んでこうブログを書いたりもしてるんですよ。いろんなお茶を、世界中のお茶を飲んで、でチャイティーがなんか甘くてホッとするから美味しいのと、チャイティー美味しいよね。美味しいですよね。大好き。あとなんかジンジャーティー、生姜、ティーがすごく最近好きで、なんか生姜だから飲んだらこうピリッてするのかなと思ったんですよ、紅茶と合うのかなみたいな。でも飲んだら全然ジンジャーの甘さがすごく際立ってて、あの体も温まるし、ジンジャーティーおすすめでした。世界中のってなんか取り寄せてるの？そうです、なんかこう台湾とか、すごい、いろいろすごいねとか、この間フランスからも取り寄せたり、すごい、いろいろしててすごい勉強になってます。すごいね、ちゃんと調べてるのね。調べてます。何のある？私はアボカドが食べれるようになりたい。あ、え、食べれないんだけど。食べないの？食べれなくて、もったいない、人生損してる。めっちゃ損してる。それはメンバーみんな好きなんですよ、アボカド。いや、女子好きだよね。私、女子が好きなものなんか大抵あんま好きじゃなくて。ほんと？何が好きなの？私、ラーメンがめっちゃ好きで。それは森も好きだよ。それも好きだよ。とか、あとなんだろう、なんかあんまりそういう、食べたことなくて。そうなんだ。食わず嫌いなところがあるから挑戦したいなって。そうなんだ。あと見た目も別にそんなね。チーズも？チーズもそんなにこまで食べないよね。チーズ好きですか？大好きだよ。大好きですよね。もったいない。アボカドはさ、全然見た目もさ、そんなになんか拒否する感じでもなくね。そうですよね。なんだろう、食べてみてほしいな。頑張ります。美味しいので今度美味しいところ連れてくね。さあ、今回ご紹介するのはこちらです。じゃじゃーん、見て、このなんか種みたいな。これはですね、チアシードです。おお、よく聞くやつ、ね、はい、聞きますね。チアシードは中南米原産のシソ科サルビア属の植物の一種です、チアの種、前回もアマニューの時にご紹介したアンチエイジングやダイエット効果があると言われているオメガ3脂肪酸、そして食物繊維、ミネラル、必須アミノ酸8種などなどの栄養成分を含み、大さじ1杯で1日の栄養摂取が取れるとも言われています。超スーパーフードで、もう
大ブレイクしてるっていうことです。大ブレイク、大ブレイクしてるみたいです。はい。なんか聞いたことはあるけど、全然撮ったことなくて手に。そうですよね。うん、なんか見たことも若干あるけど、なんかこのなんだこのまんまっていうのは、なかなかないですね。めっちゃサラサラしてる。こんなちっちゃいんですか？ね。面白い。なんかゴマみたいな感じ。いや本当にそうですよね。うん。ですね。まあ、これを水につけて膨らませるという、ことで、はい、水につけたのがわお、おこちらです。おすごい、見えますか、ね、あすごいプチプチ、そうなんか種に、種からこういうなんか水分みたいなのが出てきて、ドロッとした、なんかよくジュースとかに入ってますよね、うんうん、そういうの飲んだことあるし、飲んだことある、なんか2人はね食べたことあるって聞いたけど、 あります、え、なんかコンビニとかで、なんかパックに入ってるやつっていうのは飲んだことあるんですけど、ちゃんと見たことなかった、ね、ちゃんと見てあと森、なんかあの空腹を膨らませるみたいな飴が、ダイエットとかの効果で飴があって、それにチアシードが入ってて、舐めるとこう体内でチアシードが膨れてくれて、こう満腹感を得れるよみたいな、なるほどね、そうなん、食べたことあります。これでもうお腹いっぱいになるみたいで、このように水分を含ませることによって膨張したゼリー状になって、っていうことで、今回は、はい、あのホワイトチアシードで用意してるんですけども、ブラックチアシードはだいたい10倍ぐらいになるんだけど、ホワイトチアシードは約14倍すごいそんなになるみたいです。へえ、満腹感も得られやすいという、お腹いっぱいになりそうですね、ヘルシーだし、だってこれこの量だけど、はいはい、めっちゃ少なかったらしいよ、このこれぐらいもないらしい。へえ、そんなにめっちゃ膨らむんだって、超美容にいいですね。ということで、今回用意したのは、ヨーグルトとパンとジャムを用意しましたので、やった、みんなで食べてみたいと思います。食べたい、初めてだな。これがヨーグルト、はい、今回はね、ヨーグルトにバナナとかイチゴジャムも入ってて、すごい。あとはパンと、はい、ありがとうございます、あ、ごめんね、パンとジャムですね、はい、それじゃあ早速食べてみましょう、はい、じゃあヨーグルトから食べてみようか、はい、いただきます。なんか混ぜて食べてみて、はい、初めて、初めて、へえ、でも美味しそう、なんか味はしないんだってこのままだと、なるほどなるほど、だから食感ってことですね、今日はいろいろ蜂蜜とかバナナとか、プチプチしてる、ね、プチプチしてる、どんな感じなんだろう、いただきます、いただきます、いただきます、どう、プチプチしてる、プチプチしてる、口の中でチアシードが泳いでる感じ、なんか泳いでる感じ泳いでる感じ、こういう感じなんだね、美味しいですね、あ、タピオカみたい、ね、それ食感がタピオカみたいだね、タピオカみたいかななんだろう、でもこんだけちっちゃいのに膨らむってすごい、いいですね、種だね、種ですね、うん、なんかイチゴの種みたいな、あ、確かに、そうかも、そういう感じです、まずくないね、むしろ美味しい、なんかちょっと苦い感じなのかなとか思った、なんか種とかってちょっとなんか苦い感じのイメージがあって、はい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 、そう、なんか渋い感じ、そういう感じがあるのかなと思ったけど、全然ないね、確か普通に食べれる、へー、あとちょっとプニプニしてる、そうだね、美味しい、チアシードだって気になる、美味しい、美味しいです、パンも食べてみましょう、食べましょう、こっちはなんか全然、今回いちごジャムに、そうですね、混ぜてるけど、あれで普通に種っぽいだろうな、いただきます、いただきます、これ美味しい、美味しい、うん、いただきます、プチプチ、チアシード大丈夫だ私、鶏も好き、なんかいちごジャムってただトロンってしてるだけだけど、それになんかプチプチした食感が
ね、このプチプチ感がね、うん、美味しいね。ハマっちゃうかも女の子。ね、ね、なるほどね。これは確かに流行るかもね。流行りますね。流行ってんだもんね。いい、ね、なんかなかなか手出しづらいけど、うん、食べてみたら全然わかる。そして白の方がいいね。うん、そうですね。なんか見た目も。そうですね。ブラックよりホワイトの方がいい。うん、これいいかも。これは今後もなんか食べたい感じだね。そうです。ダイエットに。うん。美味しい。なんかメンバーよく食べすぎるから、うん、メンバーに勧めたいです。これめっちゃ美味しいね。アップがガンガン食べるもんね。うん、これはでも今回は。こうやってジャムに混ぜたけど、はい、これをジュースとかに入れたりとか、あ、美味しそう。スムージーに入れたりとかもしても OK みたいです。へえ。でも温めたりしちゃ良くないみたいな。あ、なるほど。栄養がこう逃げてっちゃうよみたいな感じで、なのでこういう風に朝とかでね食べた方が栄養が取れますよっていうことです。簡単ですしね、作るの、ね、混ぜればお水で混ぜればいいだけ。そう、うん、これはいいですね。ダイエット、ちょっと気になっている方はぜひぜひ試してみてください。ということで今後もこのようなおすすめ情報をお届けしていきます。お楽しみに。続いてはアンジュルム中西かなちゃんと勝田里奈ちゃんによるボディースクラブ作りの映像を見たいと思います。2人はボディースクラブとかやったりする？やりますね。やる？結構、なんかあの最近メイクなり悪いなって思ってきたら、ボディースクラブやったりとかしますね。えらい、まあ、この時期乾燥とかするからね。そうですね、やった方がいいということで、はい、早速2人が作ってる様子を見てみましょう。アンジュルムの中西かなです。勝田里奈です。今回は私たち2人がちょっとためになる美容ネタを実践しながらご紹介していきます。イエーイ。今回はですね、はい、ボディースクラブを作っていきたいと思うんですけども、はい、結構ね、あの売ってたらね高かったりとかする時もあるよね。そうしたりとかね、ちょっとね、はい、手が届かないかったりとかね。でもボディースクラブって、あの角質を取ってくれたりだとか、すごいツルツルになるし、いい、ね、ツルツル。そうそうそう、冬場とか結構いいなって思って。乾燥するからね。そう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 、冬はね、めっちゃ。材料はですね、塩、塩、砂糖と、あとはオリーブオイル、あとはレモン、あと蜂蜜、はい、と、あとアロマオイルです。塩ベースだったら引き締め効果があったり血行促進で、あの砂糖で作るボディースクラブは塩よりもソフトになっていて、保湿力が高くて敏感肌の方におすすめだそうで冬場は乾燥するのでね、まあ、砂糖の方がいい、ね、まあ、あの保湿力が高いのでおすすめだそうですが、どっちにする？せーのせーで、どっちがいいかよ。とりあえずせーのせーで塩。なんで一緒なの？なんで一緒なの？なんで塩がいいかっていうと、私、あのすごい冷え性で、あの手とか足とかの先がすごい冷たいことが多いから、それに効くんだったらぜひ塩を作りたいなって。塩しか作っちゃいけないよ。はい、いいですか？私、はい、いいよいいよ。やった。で、私は、まあ、結構乾燥するってさっきも話してたんで、じゃあ砂糖で作りたいと思います。では早速作ってみましょう。じゃあ入れていこう。はい、やりましょう。砂糖。じゃあ私は塩でいきます。はい、じゃあいきます。はい、せーので入れよう。せーの、はい。はい、じゃあ2杯目いきます。2杯。じゃんじゃん。もうちょっと、これぐらいじゃない？入れたい。これぐらいでいこう。うん、だよね。じゃあ私は塩はこれぐらいで、これの2倍にオイルを入れます。せーの、1。カナは6入れたから8だ。3、変わらない。6。じゃあとりあえずこれでいいよね。じゃあカナは6入れたから8。1、2、3、4、5、6、7、8。できた。すごい、はい、これを一回混ぜるのか。混ぜる。じゃあ
どうぞ。いい？うん。これで混ぜまーす。わー。そう。あ、でもいい感じなんか。いい感じにザラザラしてる。すごい。お。あ、塩と比べてなんかちょっと。なんか、そう。なんかすごいね。保湿力高そう、こっちの。塩のスクラブが。あ出来上がったんですけど塩とオリーブオイルを混ぜただけ、はい、混ぜました。でも本当はねこれだけでも、うん、OK なんだ。 OK なんですけど、でもレモン簡単だね、リーズナブルだ、はい、今回はレモンを絞って果汁を入れることによって、うん、殺菌効果とあと香りがすごい良くなるということなので、ね、早速じゃあやってみたいと思います。いいね、さっぱりしそうね。夏とかにも冬とかにも、はい。でこれで一回混ぜます。うん、あいい匂い。すごいいい匂いだね。うん、それに、うん、さらにこのレモンの皮を自分のお好みで、うん、はい入れます。どうする？どうする？でまた混ぜます。うん、あ、可愛い感じになるね。ねえ、すごい色も黄色だし、うん、はい、おー、じゃあ塩のボディスクラブ完成しました。はい、では私は砂糖ベースの方を作っていきたいと思います。これも今は砂糖とオイルを混ぜただけなんですけど、塩と比べてなんか結構保湿力高そうな感じで、ね、そう、そうサラサラっていう感じ。見た目もなんか違うね、はい、違います、はい、はい、やっていきたいと思います。じゃあここに、蜂蜜、蜂蜜を一回し入れたいと思います。これ食べれそうだよ ね、 ね、あ食べれるんじゃない、食べれますよね。だって食べれないもの入ってないもん。あら、でもこれだけじゃなくて何かにかけるみたいなやつ、うん、美味しそうだね。美味しそう。はい、で混ぜます。あ、蜂蜜入れたらすごいいい匂い。あおお、蜂蜜混ぜたら、ね、いい感じ、こういう感じに。でここに、うん、ですね、ここにですね、あのアロマオイルを入れたいと思うんですけど、いっぱいありますが、ラベンダーだと、うん、あの気持ちを落ち着かせるときとかリラックスさせたいときとか、いい、ね、でスイートオレンジだと、うん、安眠効果、ユーカリだと風邪予防だったり花粉予防、じゃあ花粉予防にするかねって思ったんだけど、でも私最近安眠したいなと思ってて、いい眠り、いやで毎日それより花粉症でしょ。そうかなあーでもかな、やっぱユーカリかな、ユーカリにした方がいいと思う。はい、じゃあこれを3滴くらい入れたいと思います。はい、3滴、1、結構2滴くらい入ったよ。3、はい、あ、めっちゃいい匂い、いい匂いだね、なんか気持ちが落ち着くというか、あ、なんかね本当に花粉予防っていうか良さそう。こういう専門店あるじゃん、こういうスクラブとかの、うん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 、そういうとこで似合いそうな、それ普通に売れるような感じだよね、うんうんうん、売ってるやつ以上だよこれ、すごいいい匂い、ね、それ自分で作れちゃうってなんかもうさっぱりしてる、ミント系な、うん、はい、完成しました。イエーイ。はい、じゃあ早速試しましょう。試しましょう。じゃあ、私が作ったのちょっと違う、こっちだよ、こっちだよ。あ、そうだそうだ。じゃあやりましょう、はい、じゃあまず混ぜてね、そっちがしよう、はい、しっかり浸透させてから。これは1週間に1回、うん、だそうですよ、やった方がね。そう、毎日じゃなくて1週間に1回、はい、でお風呂上がりに水気を取ってゆっくりなんかマッサージしながらやると効果的だそうです、はい、じゃあ今日は優しく手に、手に、はい、すごい。これならさ、家にあるものでできちゃうし、お手軽だからいっぱい使えるね、うん、きっちらず。レモンやばい、あ、すごい、全然さ、ちょっとやばいやばいやばい、まあ、いいか。あー、いい匂い、いい香りだすごい、なんか、あ、すごい、気持ちいい。なんかさ、全然ほら違うよ、跡が。本当だ、なんか、なんかこっちはなんかちょっとやっぱりオリーブオイル
オイルが混ざってるなって感じです。触ってみたい、うん、なんかなんて言うんだろう、ちょっとなんかクリーム感があるっていうか、うん、なんかすごいそっちさ弾いてる感じで、ね、うんうんうん、結構水分もいい感じにある、うん、あ全然違いますね、やっぱり効果も全然違うみたいなので、私はこれで冷え性が治ってくれればいいなって。私はサラサラになればいい、すごい、いいんですね。あ、やばい、やばいよ、やばいよ、やばいよ、え、やばい、あ、やばい、え、やばい、これやばい、手じゃないんだけど、え、すごくない、え、すごい、なんかもう水弾いちゃってるし、こう、すごいね、すごい、もうツルツルで、うん、なんか自分の手じゃないみたい、誰の手ってなんか私は左手しか試してないんですけど、うん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 、こっちの手と全然なんか潤いが違うんですよ。見たらね、見たらちょっと分かんないかもしれないんですけど、うん、触ると本当に違うから、うん、ぜひなんかもうなんか絶対試してほしいですね。これは本当自分で試さないと分かんないから、実際に作って、うん、ぜひ試していただきたいなと思いますね、はい、あと砂糖の方もすごい保湿力があって、うん、なんかもう全身やりたいなって、今からでも。どっちやったの？こっち。あ、本当だ、ツルツルだよね。違う、ね、え、全然違うよね、って思うし、やっぱりなんか売ってるものとかもあるんですけど、ちょっとお高かったりとかするし、うんうん、これだと自分で作ってるから何が入ってるか分かるし、安全だなって思って。簡単だしね、口に入っちゃっても大丈夫。確かに、だよね、だって、まあ、食べ物だから、まあ体には良さそうなので、超簡単だからね、はい、ぜひぜひ試してみてください。以上、アンジュルムの中西かなと勝田里奈でした。アンジュルム中西かなちゃんと勝田里奈ちゃんによるボディースクラブ作りの映像でした、はい、さあどうでしたか？なんかあんな簡単に作れるんだなって思った ね、めっちゃ簡単だったね、うん、作りたいなって思います、うん、あと砂糖ベースがあるっていうのは知らなかったので、ね、うんうんうん、なんかあるんだなと思って、保湿はやっぱり冬は乾燥しちゃうから、いや本当そう、保湿高くするためにね、うんうん、砂糖ベースも自分で作ってやってみたいなと思いました ね、いいよね、香りとかも自分で変えられたりできるから、うん、そうですよね、いいんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、まあ、冷え性にもいいし、うんうん、黒ずみ角質とかも取れるしね、うんうん、塩ベースの方で、はいはい、まあ、足の裏とかさ結構ね、あ、そうですね、そうそう、気になったりするから、うん、やったらいいし、あとこう肘とか膝とか大事、こういう曲がる関節のところは ね、結構気になったりするから。私なんか、うん、私すごいケチだから、うん、やっぱこう買ってきたスクラブとかをなんかこうすごい大切なとこにしかやらないんですようん、うん、でもやっぱりこう自分で作ったりすると、うん、まあ、いくらでも作れるし、うん、きっともうちょっと安く作れると思うから、ほんと全身いろんなところにあって、うん、いろんなところスベスベになりたいなと思いました、ね、本当だよ、握手会とかさ、ね、あるから ね、みんなでね、あります、あります、なんか他のメンバーに比べて、あ、あの二人みたいな、そろそろじゃないみたいな、よし今日からやろう、やろうね、そろそろ、そうそう、手とかね結構気になったりするからね、はい、そういうのもね、ぜひ試してもらいたいなと思います、はい、この時期めっちゃいいと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。さあ、そろそろ終わりの時間ですが、2人ともどうでしたか？今日なんかすごい勉強になりました、うん、こう私、こう見た目はこう女の子っぽく女の子っぽくってすごい思ってるんですけど、めっちゃ女子だよね、本当ですか？めっちゃ女子力高いと思う、うん、なんかどうしても中身こうなんかおじさんみたいなところあるから、うん、そうなの？そうなんですよ、めっちゃおじさんで、意外、どういうところが？なんだろう、大雑把だし、メイクの仕方がもうガーンって、そうなんだよ、え、意外だね、だからもう今日、うん、この女子力本当に上がる内容を見て、うん、私もやんなきゃなって、日頃からやんなきゃなって思いました、うん、すごい勉強になりました、よかった、はい、あやむちゃんはなんかパワースポットとか結構内面的にこう潤う感じじゃないですか、そうだね、確かに確かに大事大事、うん、とか大事、あとそのスクラブとか、あとチアシードだったりとか、うん、もうなんかそれもまあ中身から取り入れるけど、そうだね、やっぱりなんか女子がこう体験したいこととかをすごい発信してくれるから、うんうん、なんか分からないこととかもなんか改めてちゃんと分かったりとかして、うん、すごいいいなって思う、よかった、私も今日初めてチアシロ食べて、はいはい、もうどんな感じなんだろうって、もうイメージはさ、もうなんかちょっとさ、ちょっとグロテスクな感じだからちょっと若干こう、あ、どうしよう買おうかなとか悩んでたから、そう今日食べれてよかったなと思って、
買いましょう。なんかね、そう、いい、美味しかったね。美味しかったです。なんかまたこういう番組出てやりたいこととかある？やってみたいなとか。なんかパーティーみたいなしたいね。パーティー、ホームパーティーみたいな。ホームパーティー、いいね。なんかあんまそういう女子的なこととか、やっぱなかなかできない。そうね、みんなスケジュールが合わなかったりとかね。なんか女子ってさ、結構じゃあこれやろうとか、ご飯食べに行こうとか遊びに行こうとかもそうだけど、行こうで終わるじゃん、結構。そうなんですよ。そっからさ、いつにするかみたいなのが決まんないからね。こういう番組でできたらいいよね。はい、ということでまたぜひ遊びに来てください。ここで新企画のお知らせです。ガールズナイトアウトでは私たちにコーディネートをしてほしい人を大募集しちゃいます。はい、題して GNO コーデーカッコカリです。はい、ということで ここは、おしゃれしたいけどどうしたらいいか分かんない人とか、ちょっと変身願望がある人とか、ちょっと私たちがねそれを叶えてあげようというコーナーを作ります。すごい。はい、応募方法など詳しいことはこちらです。イエイエイ。わあ、すごい、夏焼さんにこうコーディネートとかしてもらえたら、ね、私するかな。嬉しい。私もするかな。してください、ね、するかもしれないですね。楽しみですね。どんな感じになるのかちょっと全然私もまだ把握してないから、なんかうちのアップガの最年少の新井まなみって子が、すごいなんかもっと女子力上げてっていう子なんですよ。上げて？もっと女子力をこう、おしゃれとか、もっと興味、そうなんですよ、興味持ってほしいなっていう感じなので。あ、じゃあそれもありかもね。なんかこの応募してくれた人ももちろんだし、メンバーもあの応募してもらう。言っときますね。言っときます。言っときます。そうしよう、そうしよう。楽しみ。楽しみ。こういうね、ちょっと楽しいよね。どんな感じになるんだろう。なんか髪型とかもさ、いいですね。なんかこうカットしていいかとか、ちょっと許可取れたら、じゃあちょっと美容室行きましょうってなって、こういう髪型で色が濃いよねとか、やりたくない？すごい。ね、なんかさ、こう今までずっと黒髪だったけど、ちょっとこのガールズナイトで初めて染めましたとか、あ、素敵。いい。ね、記念になるしさ、もしそれがオッケーだったらね、その人が。なんかそういうのもいいし、ちょっとひげ伸ばしてる男性とかがもしいたら、ちょこの番組であのひげをどういう風にやったらいいかとか、カットしようかみたいな。女子とかはもうなんかそうネイルとかさ、素敵ね、そういうのもいろいろできたらいいななんて妄想ですけど、はい、思っています。お楽しみに。それではまたぜひ遊びに来てください。はい、また次回。バイバーイ。バイバーイ。